今、はいまあ、思った通り見えついた手ですよね。このごぼうの塔の党首本当にね、ごぼう抜きって感じですけども、まあ、しょうもない人だなと、こういうことをするからさらに思いますよ。えぇ、ー、ヒカルさんに YouTube の共演をすることによって、ごぼうの塔の党首奥野なんとかっていう人がね、なんか謝罪をしているというね、 だからね、炎上商法とは言われるんですけどって、まさに炎上商法でしょそういうつもりはなくてって、まあ、これね、本当に、もうテンプレートですよね、これ。あの行為自体はあの場に決して適切でなかったという風に深く思いましたって、これやる前から思ってたわけですよ。だから人の迷惑なんてどうでもいいんですよ。自分が目立てばいいんですよね。で、悪いことをして次に謝るってパターンで注目を集めて、もう謝ったからいいでしょってスタイルを取りたいわけなんですよね。もうごぼうの塔を指示してももう最低だと思いますよ。 こういういのは早くなくなってほしいですね。もう立憲民主党以下の存在だと思います。あ,のあまりね、悪い口は言いたくないんですけども、でも、そのまんまですよ、これね、うん、なんだろうなと思います。本当に多くの人に振動分をさせてって、意図的にやってますからね、日本のイメージを意図的にマイナスに語られることも、語られることもあると思うんですっていう、マイナスでしかないでしょう。で、そのマイナスを、自分はプラスの方にどんどん持っていくわけですよね。こすいというか、へずまりうみたいな感じですよね。 今回ヒカルさんに機会をいただいて謝罪する場を作っていただきましたって、もうあらかじめこういう風なストーリーだったんだろうなと思いますよね。で、ヒカルさんもね、やっぱりこういう人を取り上げればアクセス集まると思ってやってるわけなんですよ。まあ YouTuber ってのはアクセスだけですから、本当に。で、何より、浅倉未来選手とメイウェザー選手ですね、試合が始まる前の空気を汚してしまったことをお二人に謝罪させていただきたいと思いますと。謝罪じゃ済まないんじゃないかなと思いますけどね。うーん それこそもうね、腹切りとは言いませんけども、謝罪して、ほんとごめんなさいで済ませることを前提に、まあ、あのね、試合前の花束贈呈でポイッと投げるわけですから。あれもう他に理由の付けようがなくて意図的に悪いことをして批判を浴びて話題になろうとしている、なんか涙ぐましい、なんか悪ガきということでしかないかなと。で、 ヤフーのトップページも出てもう素晴らしい人生じゃないですかもうこの世の中悪いことした人の方が先に進むみたいなことになってしまってそれに後に続けんなってねこのごぼうの党みたいな人も,もうほぼしょうもない人だなと思いますよねこれでいいんでしょうかねあの悪いことすれば確かに目立つそして謝れば許されるみたいな風潮があって謝ってるのに許さない人悪い人だみたいなね うんそんなに叩くんじゃないとか言われまんですけども叩くネタを自分で提供しておいて叩かれたら謝ってさらに何かね自分がボアアップしていこうという企み本当ねここまでしないと自分の道っていうのは開けないもんなんでしょうかそこまでして自分の思い通りの人生を人の無苦労をね足がかりにしたいもんなんでしょうかそういう人が政治団体ごぼうの党を名乗ってこれが与党になろうとするもしくは議席を取ろうとするとんでもないことですよね まあ、いろんな価値観があるんで、あの、そうじゃない意見もあると思いますけども、私は、こういう人たちをね、全部を否定はしないですけども、まあ、こういう側面は軽蔑したいなと思いますね。まあ、私が軽蔑してもどうってことないんですけどもね。はい。じゃあ、ちょっとごぼうの塔はね、もう、あんまり目に触れないでほしい。本当に。え <laughs> あれでしょ調べていただければわかるんですけど、みたいなね。調べねえはおめえの言うことなんだよって感じですよ。<laughs> ほざいてろという感じですけどもね。 <laughs> なんか、この都市伝説みたいなものがバッコするようになって、うん、陰謀論みたいなのがね、人の関心を呼ぶ。そして最悪なことをしても、謝れば許されるみたいな風潮。いや、やっぱね、謝れない人はやっぱり最低だと思いますけども、謝って済むことばかりじゃないですからね。うん、私はまあ関係ない立場ですけども、とにかく、この奥野さんのおかげで日本人は消えることのない十字架を背負ったぐらいに思ってほしいなと思います。